皆さんこんにちは。一日一城井上城でございます。今日はアメリカでもがっつり通じる日本語 Let's go。 アメリカだけじゃないかもしれませんね、意外とこの単語知ってんの、この日本語の単語知ってんの、ワオっていうのがあるかもしれません、ないかもしれません、どっちやねん。さあ行きましょう、まずは台風ですね。台風、ほう、ただ台風って台風じゃないですか。なのに英語になると台風 N が入ったってなるよね。いやー今日の台風は激しそうですね。台風3号、いやいやいや、なんか違うけど、台風にはあんまなんなかったのかな。ちょっとねそこの、ヒストリーは分かんないんですけど、まあ通じるは通じるんですよね、台風で。はい、ということでございます。はい、次はですね、これと似た感じで、津波ですね。津波なんだけど、これ僕いつも言ってるし、いつもイライラしちゃうんですけど、津波のこの津がね、聞こえないのか分かんないんだけど、これ津波って思ってる人が非常に多いんですよ。津波とか言って、何津波ってっていう、なんか酸っぱそうっていう感じですね。津波だっていうことです。津波で、覚えてる人もいるし、津波の人もいるから、これと似たような感じで、万歳でございます。万歳ってやるじゃないですか。それを万歳っていう人いるからね。盆栽何、雷おじさん、ドラえもんに登場するいつもね、のび太たちが野球カキーンって言って、あーやばい、雷おじさんの家入っちゃったって盆栽やってさ、こらーって盆栽割っちゃったみたいな。いや、盆栽意味わからないから、万歳だからね。はい、では、次はですね、まあ、カラオケなんですけども、これは、日本語だとカラオケですよね。カラオケストラがカラオケになったというわけですが、カリオケ。なんて？カリオケ。ちょっと待って。あれ？こう鳥をさ、いろいろ料理して甘いやつ。それ、テリヤキ。いや、でも似て聞こえるよ。カリオケ、テリヤキ。いや、カラオケでしょ？カラオケでしょ？頑張ってもって感じがします。まあこれは、なんだ、英語だからカリオケになっちゃうんですよね、知らんけど、誰かがそういう風に言い始めてそうなっちゃったと。でも日本語みたいにローマ字をそのまま、読む言語だったらカラオケになるからね。スペイン語だってカラオケになるからね、こう書かれてる漢字を読んだ場合はね、英語でカリオケって、何言ってんとんねんみたいな感じです。次はラーメンですね。はい、ラーメンでございます。ラーメンはもう人気ですからね、もう知らない人いないんじゃないかぐらいになってますよ。まあでもアメリカもうあれかな、場所によって変わってくるのかな。カリフォルニアはもう普通にいろんな人種がいるし、日本食のレストランとかもあるから、結構だからラーメン、 Let's go get some ラーメン。でそのラーメンが流行り出す前にね、僕は気を使って、レイメンって言ったことがあるんですよ。だってよく考えてみてくださいよ、カラオケでカリオケとか言っちゃうんですよ。じゃあもう R-A-M-E-N、 これレイメンになるはずなんですよ、英語なんて。これラーメンにならないんですよ、そんなの、そもそも。だから頑張って気を使って Hey, you wanna go get some レイメンって言ったら、 What? What did you say? What?ラーメン、 It's ラーメン、 もううるせえよと思ったよね。そんなになんかブーブー言うんだったら、お前じゃあ他のスーナミ、ボンサイじゃねえよボケって思ったよね。ボンサイ、スーナミ、カリオケ、ラーメン、なんでやねん、なんで、おかしいやろ、なんだギャグかよ、コントかよっていう感じでした。はあ、ちょっと熱くなっちゃいましたね、クソが。寿司はスーシーだからね、寿司なのにスーシー、イントネーションがスーシーで、皆さんスーシー食べますかって言って、業界用語でもスーシー、シースーか、シースーって感じですけど、スーシーはいかないよね。不思議だな、スーシーまあスーシーでも、まあ、わかんない、英語になったら全部不思議な感じになっちゃうね。漫画は漫画ですね。アニメアニメって感じだね。アニメじゃなくてね、まあ、これはまあいいか、似てるか。じゃあ次は、
あれですね、お酒ですね。サーキー、サーキー、サキちゃんどうしたのって感じですよね。これまあサーケーだったらわかるのに、サーキーになるから、どこの女性かなっていう感じになります。次はエモジー、エモジー、これはもう近年というかあれですよね、携帯のこうメッセージ、テキストがもうめちゃくちゃ俺の今の言ってたことがめちゃくちゃになっちゃったけど、そう、それがもうね、やってない人はいないってぐらいもうスマホ文化じゃないですか。でそこでエモジー、です。これはもう誰でも知ってますね。次はですね、まあ、食べ物とかになるとね、しいたけとかね、シタケマッシュームズとか言うんだけど、しいたけの綴り方が SHIITAKE かな、なんだけど、それがシットに見えるっていうね。だからちょっと薬みたいな、クスキヌア、キヌアリーブスみたいになる人いるんですよね。いや何笑っとんねんっていう。シタケムシャフトフタフトみたいになる人もいる。はいはい、分かった、うるさい、黙れってなる。わさび、これね、お店の名前とかにもよくついてますよ、わさびとかは。なんか日本人は絶対使わないようなフォントでさ、わさびみたいなやつあるじゃん、わさびおーらーみたいなやつあるじゃん、おー先生道場みたいなやつあるじゃん。絶対に日本人がやってないってやつ。いや、日本人の方が、海外でこう、わさびっていうのをやってる場合もあるでしょう。あるけど、俺が言ってるのは、経験上ね、今まで見てきたわさびの、こう、看板の、わさびみたいな、絶対違うぜ、これ。違うわ。っていう、個人的な、経験の、あれこれでございます。はい。わさびはね、知ってますよ、みんな。で、さっきも言いましたけど、テリヤキ、もうテリヤキはもう誰でも知ってるよね。なんか甘くしちゃうっていうありますね。日本のテリヤキとは違う感じだよね。もう甘っってなんだけど、この香りはカリフォルニアっぽい感じがする。だからテリヤキ系のボールとかそういうの食べる機会が、まあ割とその、まあ、自分が食べたきゃねあるんで、伝統的なジャパニーズフードみたいな味がしないことは多々ありますけど、なんか、テリヤキのアメリカンスタイルテリヤキの香り、なんか海沿いでにこう香ってくると、カリフォルニアみたいなことありますね。はい、じゃあ次はですね、先輩ですね。でもこれ先輩の意味を正しく理解している人が意外と少ないのかもしれないですね。Notice me 先輩っていう、これ何かっていうと、先輩振り向いてくださいみたいなことね。まあ振り向いてっていうか、私に気づいてくださいっていう、アニメ文化から始まったことですよ。そういうのたくさんあるじゃないですか。日本のアニメで、先輩っていう。それを、不思議な感じに訳されたんでしょうね。わかんないけど。Notice me 先輩ってよくこう、チャットで書いてあったりするんだけど、先輩ってそもそも何ぞやってなったりするんですね。そういう人たちはね。あれ？先輩言うてるけど、先輩ってなんだっけっていう。自分の好きな人イコール先輩って思っちゃってる人いると思うんでね。ちゃうでと。別に自分が好きな人以外でも先輩やでっていう、その自分年上だったらねって感じでございます。ね、先輩はすごい知れ渡ってるけど、後輩はないからね。You know 後輩って言ったら No ってなるからね。You know 先輩 Oh, notice me! みたいな感じになります。はい。じゃあ次は、先生ですよね。先生は、まあ、先生として通じると思うけど、学校の先生とかそういう感じではないですね。理解のされ方がね。どちらかというと、あれです。なんか空手の先生みたいな。お先生みたいな。だからそういう意味で空手ね。カラーティーだからね。空手じゃないからね。カラーティーだからね。なんかもうカタカナにすると、ちょっとインドっぽいよね。カラーティーの。カラーティーをチャパティーと食べるみたいな感じになってくるよね。知らないけど。カラーリーだから。カラーリーやった後に、テリヤキを食べて、美味しすぎて、盆栽しちゃって、みたいな。
はい、そしてですね、忍者、これはもうみんな知ってますよね。忍者知ってるけど、日本の忍者そんなの着てなかったでみたいな感じになったりするじゃん。そんな手裏剣の形ちゃうでとかさ、そういう衣装じゃないぜ、そんな刀ちゃうで、いろいろありますね。海外に、こう輸出された忍者というのはなんか忍者じゃなく忍者になってしまいますね。次は芸者ですね。芸者です。まあでもそのあんまり、芸者というものが何かを詳しく知らない人が多いと思うんですよ。ほとんどそうなのかもしれない。なんかだからその芸者が広まるきっかけとなった小説があるんだよね。確かね。まあなんだけど、まあそれは関係、ないにしても、なんか芸者ってあれでしょ、その風俗の人たちでしょみたいな感じで思ってる人もいると思うんでね。うん。Oh, geisha is like なんちゃらかんちゃら right みたいな、そういうノリでございます。次は、samurai。 もうこれはもう言わずと知れた侍ですね。これ説明する必要ないですね。 dojo とかも知ってる人結構多いんじゃないかな。うん、まんまでね。あとなんですかね、まあ豆腐は誰でも知ってる。あ、指圧ね。指圧、シアツ、シアツかな。そう。シアツマッサージみたいな。折り紙、折り紙。ちょっとね、折り紙ってなっちゃうね。折り紙っていうよりか、折り紙。三味線。これね、ちょっとしたストーリーがありまして。僕ね、芸術っていうか、アートのクラス取ってたんですよ。で、その人がね、じゃあこれからジャポニズムについて、勉強しましょうって感じになって、そういう本買わされて、そうね、話したんですよ先生が。 OK, so there's this instrument called サミソン。サミソンという楽器が日本にはありましてって話し始めて、ちょっと待てよと。 So this サミソン is、 サミソンって誰、隣のサミさんみたいな感じ、全然違うじゃん。ていうか、もう綴り見りゃわかるじゃん。なんかかすってないじゃん、もうほぼっていう。だからサミさんになってましたね。で、サミさん、もう言おうと思ったんだけど、なんかそこでうざい生徒にもなりたくないからさ。あ、excuse me, that's サミさん like totally みたいな、めんどくせえじゃん。じゃあサミさんでいいやっていう感じだった。さて、次、俳句だね。俳句は俳句で普通に。なんだろう。うん。まんまかな。次はね、畳、まああれだな、みんな知ってるわけじゃないな。フータンはまあ知ってる人もいるかな。ただね、日本で言うフータンとこっちで言うフータンは違うかな。うん、僕はもうどうしても日本の布団のイメージになっちゃうんですけど、なんかこっちで言うとなんかね、なんだろう、床で寝ることがないので、アメリカはソファーみたいな感じになっちゃってるんですよ。だからね、フータンなんちゃらっていうお店があったとして、あ、布団売ってんのかなと思ったら、ちょっと待ってよ、あれソファーじゃんっていう、そう、どうしてってありますね。全く違うじゃん、別物じゃんってなるから。はい、すき焼きはあんまり知らないと思うよ、みんな。その曲でね、アメリカで1位取ったんだっけ、ビルボードで昔ね。だから昔の人は知ってるかもしれないけど、今の人知らないんじゃない。すき焼き、 Do you know すき焼き、 What って感じです。じゃあ、この時間は今僕ね、ずっと生配信でこれやってたんで、コメントからちょっと拾いたいと思います。じゃあこれは知ってる、アメリカ人はっていうやつをちょっと読んでいきたいと思います。座禅、座禅知らないですね、ほとんどの人。瞑想もほとんど知らない。習字も知らない。納豆は日本に興味ある人なら知ってるでしょうって感じ。あ、かわいいはみんなわかりますね。かわいい。下駄は知らないですね。あ、うどんは知らない人が多いです。そばも知らない人が多いです。そう、俺もメモってきた。あ、天ぷらもそんなに知らない。カツとか、まあ、カツ丼のカツは日本食好きだったら知ってるって感じ。あとね、そう、カメラでね、撮る時の
ぼやける、そのボケ、ボケーって感じで伝わってますね。B-O-K-E-H になってる、ボケー。あと、変態は、通じるんだけど、でも日本語での変態って幅広いじゃないですか。英語で変態って言うと、もう漏れなくアニメの方のあれになるんですよ。だから、その一般的な変態じゃなくて、すごいこう、限られた変態、なんだこれ、限られた変態って。おかしいやろ。そう、アニメ限定になってます。あと、ブカーキーですね。まあ、ぶっかけなんですけど、でも、ぶっかけうどんとかあるからね、そのブカ、もうしかもブカーキーだからね、何ブカーキーって。ブカキっていう硬い、カキがありそうだよね。うわー、これ夏の間に食べちゃうと、これブカキ、ブカキ。そう、ブカキがありまして。なんかなと思うよね。なんで、しかもなんかこれ日本が発明したみたいな言い方すんなよって思わない？絶対この長い人類のね、歴史の中でブカキはなんかどこ行っても、なんかあったと思うんですよ。なんだよこの話。あとね、もったいないって知ってる人は、まあ少ないは少ないけど知ってる人もいるって感じでございますね。まあそんな感じですかね。またね、好評だったらこの動画シリーズ作ってみようかなと思いません。はい、それではまた、次の動画でお会いしましょう。他にもこういう動画いっぱいあるんで、詳細見てくださいよ、先輩。One.